ここはハルモニアの果樹園。ミグミーたちが調和の実を育てている。ゼフト族が闊歩するゼフトハイツ、アウィシー族がさえずるアウィシーウッズ、アルクタン族がうなるアルクタンバレー、ペスカ族ご自慢のペスカスプリング、メリョたちはユナイテッドタウンの山の手で暮らし、下町は種族の垣根を越えて交流する調和の象徴だ。デミゴット、彼らはこの調和の世界をノイズから守ってくれる。ゾディアックパワーで心と体を強化して調和を乱すノイズどもと戦うのだ。選ばれし者デミゴットの任期は3年間。3年の戦いの日々を過ごすと彼らは姿を消す。多くの親は子供たちにこう教える。彼らは天に昇りお星様になるんだよ。もちろん子供たちは真実を知っている。ゾディアックパワーを使うその代償は命。彼らは調和の歴史に名を刻み、家族に莫大な報酬を残し、3年分の感謝と称賛で心を満たして死ぬ。私たちはだからデミゴットに選ばれることを恐れながら大人になる。あ、ウラン、足元に気をつけてください。装備の点検中なんです。エコよ、そこは通路だろ。気をつけるのはお前の方だ。本当はそこで作業したいけど、お年寄りが場所を独占しているんです。わしのことかな。おい、生臭いペスカ、そういう時はな、どいてくださいって言えばいいんだ。言ったらどいてくれますか。どかんぞ。その性格、早死にしますから。死ぬ時は一緒だ、相棒よ。ああ、やだやだ、僕は運命を呪います。たく、お前さんも辛気臭い顔してるな。そう、私は毎日楽しんでるよ。仲間が仲良くしてくれればもっと楽しいけど。わかったか、小僧。今日もアルパジョが騒がしいけど、あと3ヶ月の辛抱、許してあげてね。果樹園の巡回に行かせろ。ここは騒がしい。今日から任期の最終章よ。あと3ヶ月。最後まで頑張ろう。リーダーは大変だよな。たまには俺に頼っていいんだぜ。
ダグマがまたわしを睨んでいるな。そろそろ食われるかもしれんぞ。もう3年前の僕とは違いますよ。アルパジョにからかわれたくらいでは泣いたりはしません。また一人の時間？最近増えてない？よくないと思うな。ノイズ。果樹園にノイズ出現だね。了解。伝令お疲れ様。第333期デミゴット、果樹園へ出撃。現地で集合しよう。ノイズミ、毎日毎日飽きないな。きっとあなたが好きなのね。ふん、ノイズ頭め、わしには愛しのアラシアがいることをまだ覚えんのか。
ミグミ、ノイズはどこ？あっち。ウェンウェン。あっち。ウェンウェン。了解。ここで待ってて。いたぜ。油断大敵です。お任せ。ないけど、もう少し見て回りますか？ないで、ウェスカスプリング。え、ペスカスプリングにノイズ？ペスカスプリング。ないで、街にノイズが出たってありえないだろう。聞き違いじゃないのか？行きましょう。これはただごとではありません。ノイズが出たと聞いたの。どこ？この目で見たわけじゃないが、町の中心あたりに出現したらしい。エコ、止まって。気持ちはわかるけど、町の中にノイズが入り込むなんて異常事態だから慎重に行こう。急いでください。
どうだ。焼き尽くせ。お任せ。向こうにいるみたい。うわん、ねえねえ、あんまり。調和の実の配達、ご苦労様。今のは何だ。話さなかったかな。私の家は恵み使いなの。母が亡くなって今は兄が経営している。俺が言いたいのは、ミグミなんてどうでもいいからさっさと仕事をしようだよね。くちばしを挟むな。仲良くしようよ。あと3ヶ月でみんな死んじゃうんだから。ダグマ、私が悪かった。さあ行みんな、よろしく。さあ、行くよ。怖いぞ。タン！恵み使いに憧れたことがあるの。へえ、兄が聞いたら喜ぶよ。